なのなんだよね。あ、細かいところはニュースできればわかるんだろうけど。いらないっすか。ばらまいて破壊してしまうようなリージョンは荒らしとみなしてる。思んねえな。プレイさんが早くあのリワークしろってやってて思んねえ。なんだよこれ。あ、バラバラにしよう。実際に二人たちも。これね。で、それとくだらなくに、ちょっとバランスね。やばい、意外と回せないときあるから、取ったりするから。
れなんかちょっと回るんですよ。下を回せるから、ヒロちゃん、今日のゲームは、あ、マークされてるところがあるならその外側から行けばいいって。で、一応あのジルのところに直接行かなかった理由は、1階をちょっと見ようと思ってる。1階1階をちょっと観察しながら、どこに配置ポジションがあるかチェックしながら、時間かけて勝負する。だから行ってるじゃん。発電機ポジションが分かればイメージするから、そのために時間をかけた。ちゃんとヒロちゃんのあのプレイをやる。
頭配役も別でってなる。しょうがないだろ。レオンはライト持ってきましたから、今救助行ってくれるやつかな。あれ発電機触ったあと、クリアの人の方が何してんの。パークはない。どういうこと。ロメロブロメロがあるのね。だとしても発電機回しゃいいじゃん。何してんのって話なんだけど。今日はなんか普通ってかもなくかもなく。壁入ってやれば。まあそこから降りてくるのもある。あいつつないんだったら何でもあるだろう。人が来てればいいけど。これは大丈夫。これは大丈夫。バイオさん、こんだけ仲間つけたけど、皆さん、どうかないだろう。発電機回した方がいいに決まってんだろうね。レオンに行かせた方がいいに決まってんだろう。どう考えても。レオンライト持ちでしょ。うん、ライト持ってる気がした。ああ、これだったんだ。はあ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 。何に憧れてがあったんだ。俺、それ、ああ、それだったら唯一納得いくわ。ああ、だから別に間違いじゃないんだ、このクリアの動きは。うん。この人たち別にね、普通以上なはずなんだよ。文句がね、そんなにね、つけ、なんか普通以上の人たちなんだ、この人たち、絶対に。文句言ってないじゃん。最後になんで6回こいつ入ってんだろうぐらいのもんだよ。普通以上なんだよ、この人たちは、絶対に。わかるんだよ、動き見れば。文句がない。特に、可もなく不可もなくで。無駄があんまりやってねえんだわ。で、そつなく仕事こなしてんだわ。うん。治療のところとかも黙って見てたけど、やってんだわ。うん。俺の治療のところとかも見てたけど、動きも別におかしくはないから、変だなと思ったんだよ。あー、じゃあ別におかしくないんだ、このロッカーに入った意味は。ああ、これさえ分かってれば俺が言ってあげたんだけどね、給料。うん。そういうことね。二人とも、ターに憧れてなっていたってことだ。多分ね。なら、レオンも行かなかったんじゃない。行くはずなんだよ。多分頼んでないけど、ライトマンだなって。あ、わかりました、わかりました。だからやっぱりこの人たちは問題なかったんだよ。テーブルに。うん。よかったよ。なんでロッカー入ってんだろうっていう。